はい、ジャキーことジョーマンスカムタです。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者で数ヶ月前、プーチン政権に対する武装放棄を呼びかけたプリゴジンでしたが、先日彼が側近たちに乗っていた飛行機が爆発し、ロシア領内で墜落しました。一部報道によれば爆発の原因は地対空ミサイルである可能性も指摘されています。プリゴジンの一体などは公式には確認されておらず、ロシア政府もプリゴジンの死亡について断定的なことを発信はしていないものの、 アメリカ政府当局はプリゴジンが亡くなっているとの分析結果を示していますプリゴジンが乗ったとされる飛行機事故についてははっきりとした情報が出ていないですが状況証拠からして世界中の多くの人々はプーチン大統領による暗殺だと見ていますロシアではプーチンが権力についてから反政権派が謎の死を遂げる事態が繰り返し起こっており誰もが政権の反旗を翻しプーチンのメンツを潰したプリゴジンを許すはずがないであろうという見方を示していました しかしプリゴジンはプーチンに弓を引いたもののロシアでは罪に問われずベラルーシに亡命することが容認されていましたプリゴジンの乱の前後においてプーチンはプリゴジンへの批判を控えてきましたバフムートの戦いで戦況が激化する中でプリゴジンは軍や国防省を批判する動画を投稿してもそれに対する政権内からの反発は見られませんでした またプリゴジンの乱が勃発した際もプーチンは武装放棄自体は強い言葉で非難するもののプリゴジンの名前には言及しませんでしたそしてプリゴジンが死亡したというニュースが浮上した後もプーチンはそのような事実が本当があるかどうかに触れず自分に脅威を与えたはずのプリゴジンを称えるような発言をしています 24日にプーチンは記者会見でプリゴジンが死亡したかどうかについては言及しなかったもののプリゴジンについては彼は人生において重大な過ちを犯したが必要な結果も残したというコメントを残していますなぜプリゴジンが亡くなってもなお彼に対してプーチンが逃げ切らない態度を取り続けているのか謎であり不気味であるようにも思いますロシアという国が情報公開に消極的な国である以上プリゴジンまたはプリゴジンを欄に ついてロシア政府がどう認識しどう行動したかはプーチン大佐が終焉するまでは分からない部分が多いでしょうしかしはっきりしているのはプリゴジンの武装蜂起と彼の死がロシアと敵対する西側諸国の目にどう映ったかです一つはプーチンの権力基盤が以前と比べて揺らいでおりプーチンが改めて残忍な指導者であるという認識ですそしてそのような認識が西側諸国内で醸成され固定化していくという事態はウクライナ戦争で勝利を収めたいロシアにとっては不利に働きます クーデターに直面しながらも、その死亡者は即座に処罰しなかったと移れば、それはプーチンがナイーブで優柔不断であると理解されてしまいます。そして西側諸国にとっては、ウクライナの軍事支援をもっと強化しても良いというインセンティブを与えてしまうことにつながりかねません。また、性的を暗殺するという非道な行為は、プーチンが残酷で信用できないという認識を西側諸国に与えてしまい、プーチンに対して西側諸国が持っている拡張バイアスを強化することにつながるでしょう。その結果、ロシア側が、 和平交渉に応じたいと西川諸国に行ったとしても、なかなか西川諸国がその要求に応じないことが考えられます。プリゴジの物騒放棄で始まり、彼の死で幕を閉じたプリゴジの乱は、ウクライナ戦争の今後のみならず、プーチン政権の存続に与える影響は図り知れないものがあると考えます。ご清聴ありがとうございました。